はい、どうも、コミです。さて、本日はですね、今の環境の陸戦術において、この3つはですね、必ずどれか持っておかないとダメっていうね、アイテムというか、まあ、ユニットも含めてなんですけども、紹介したいというふうに思います。で、これなんですけどね、まあ、絶対にダメって言って、もしかしたら、できてる人もいるかもしれないんですが、まあ、多分ほとんどの場合において、このどれかが入っていない陸戦術っていうのは、もう現環境、ほとんど多分ね、もう使い物にならないんじゃないかなって、いうふうに思いますね。で、それが入ってない攻めっていうのをちょっとですね、まず最初に見てもらいたいと思うんですけども、こちらですね、このアタックちょっと見てほしいなと思います。攻め手側はもうミッチーさんですね、カンストしていて、相手側はまだこのね、大砲とかのレベルを見る限り、最大レベルのタウンホール13ではないですね。攻め手優位っていうことはもう間違いない、環境になってるんですけども、ロイヤルチャンピオンもレベル8となんですけども、これですね、全開取れずに終わっちゃうんですね。なんでかっていうところをちょっとですね、皆さんよく見ていってもらえたらなというふうに思います。さあ、この辺はちょっと、飛ばしながら入っていきましょうかね。アタックの流れとしては、まずこことここですね、カットしていきます。で、ここからですね、イエティを一気に流し込んでいくというような感じですね。で、中心部に入ったイエティたちがどの辺まで仕事をするのかというところが、まあ当然こういったアタックの場合には鍵になっていきますね。かなり丁寧に両方のサイドをカットしてます。3ギガはベビドラ、12時方面はウィザード1体でカットを進めていってるっていう、この辺のユニットの使い方うまいですね。このアタック初見だったので、どこにまあテスラが入ってくるかわかんないという中でしたが、しっかりとね、落ち着いてカットを進めている。この辺非常にお見事かなというふうに見ていて思います。さあ、これですね、結構攻めたかなと思います。突撃艦を、このイーグル砲の角に入れていきます。割と遠いんですけども、対空砲がこれ中心部に密集しているので、まあ、ワンチャンこれトルネードとかホーミングがいっぱいあった場合まずいんですが、まあ、それがなかったんでしっかり奥まで入っていきましたね。イーグル砲、インフェルノ、さらにはクロス砲まで叩き寄っていって、さあ、ここから出てきたイエティたち、これに対するイーグル砲のアタックっていうのがないので、だいぶダメージの軽減はできてるというふうに思います。さて、ジャンプで中心部に入っていって、ここまでの流れっていうのは非常にスムーズですね。ボーラーだとちょっと後から出したボーラーが、これはもうそれって言ってしまったという、まあ、不運はあるにせよ、まあ、すべてのイエティは中に入り、ボーラーも続いている。で、後ろからはグランドウォーデンがしっかりついていっていて、まだ能力も残しているという状態なので、まあ、そんなにですね、めちゃくちゃ悪いという状態ではないかなと思います。まあ、このボーラーが中に入らずにこんだけ落とされちゃったのは相当痛いですね、この12時方面。この今、ウィズトンのところで大量のボーラーが起こっていってしまいましたが。さあ、でですね、ここですね、中心に入ったイエティ、そんな話をしているうちに、という間にいなくなりましたよね。今回の攻めって、形としてはまあ、どうだろうな、まあ、60点ぐらいだと思います。まあ、ミッチーさん的にはですね。中心部にしっかりイエティは流し込めたけども、後から出したボーラーっていうのがちょっと、遅れてしまったのか、ここのまあ、エリクサーポン、タンクのカットができてなかったっていう点もあると思うんですが、いずれにせよ中に入らなかったと。まあ、そこが大きな敗因になってしまったんですけども、イエティたちにあれだけたくさんいたイエティがしっかり中に入って、グランドボーデンも、それずについていったと。で、レイジもまあ、それなりのタイミングで耐えていったというところからして、まあ、このレベルの村ですよね。村のその防衛の強化レベル的にはまだマックスにはなってない。ちょっとね、これ、ロイヤルチャンピオンも壁の外にいるとか、まあ、多少甘さがあるような配置だったんですけども、まあ、それに対してこういうふうにね、ユニットが中心部で一気にやられちゃうっていうのは、まあ、かなりですね、それにしてもだいぶやられっぷりがひどいなというふうな印象は受けましたね。で、別の動画でもちょっとお話ししたんですけども、まあ、今の環境、まあ冒頭陸って言いましたけども、まあ、イエティっていうユニットにこう限って言えば、8体か7体かいたイエティたちが、まあっという間に溶かされた理由っていうのは、まあ、ほぼほぼ、ギガインフェルノですよね。秒間300のダメージ、プラス爆破ダメージを与えてくるっていう、まあ、このえげつないダメージに、まあ、ほぼほぼやられてしまったと言ってもいいかなというふうに思うんですけども、これですね、ポイント1個目なんですけどね、ちょっとまあ今回相手が相当ひぼかったんで、圧勝になってますが、相手攻めを残しすぎですよね。ちょっとこれあまりにもひどかったのが、まあ、そこはいいとしてですね。はい、ちょっと余談でしたが、ヒーラーなんですね。これもう、改めて言うまでもないかもしれません。が、まあ、改めて言うなれば、1個目、絶対に入れておかなければいけないユニットっていうのは、
だからその候補の1枚目はヒーラーです。で、絶対この3つがではなくて、このどれかが入ってる必要があるんですね。攻めを組み立てる場合に。1体目はヒーラーと。なんでかというと、まあ、イエティって体力が3900でしたっけ？確かそれぐらいかな？単体で、まあ、レベルマックスである、ものすごい高体力ユニットなんですけども、まあ、それ以上にタウンホール13の火力ってバカ高いんですよね。おそらく今12もそういう環境かなというふうに思います。そうなってくると、このユニットたちを盾にして回復して長生きさせながら、後ろ側からついてきたボーラーが刺すみたいな、そういう、コンビネーションっていうのがどうしても求められてくるんですね。で、1個目のアタック、ミッキーさん、もう攻撃で押し切ろうというふうに踏んで、一気にですね、イエティとボーラー中心部に流し込みましたけども、ほぼ中央部、このギガインフェルノの周辺で全部溶けちゃって、それ以上先行かなかったですよね。ジャンプの呪文が無駄になっちゃうぐらい、進んでいかなかったというふうに思います。まあ、その大きな理由っていうのが、やっぱり、回復力不足ですね。体力があるからってそれに過信しちゃいけないのが今のイエティで、それをしっかりと回復させながら、まあ、その体力っていうのはあくまでバッファーですよね。ダメージが集中した時に回復が間に合わなかった場合、イエティがやられる前に周りの防衛を壊すことができれば、またヒーラーが回復してくれる。で、まあ、これが低体力ユニットだとどんどん削られていって、ヒーラーが回復するユニットそのものがいなくなっちゃうんですけど、まあ、イエティ、ペッカもそうかもしれませんけどね。このユニットの場合にはそういう、バッファーの、としての体力の多さがあるので、まあ、そこが、一つ、なんていうかな、ヒーラーを取った時の、アドバンテージになる部分ですね。で、今回、ドクター J さん、これ、ちゃんとクイヒーとですね、イエティをこう合流させていったというところで、かなりですね、ヒーラーたちがイエティを回復していっているのがわかりますね。中央部にあったホーミングもほぼ、エターナルトームで回収しきったので、だいぶヒーラーが残ってます。まあ、ちょっとね、欲を言えばですけどね、1個目のレイジの位置っていうのがだいぶ奥でしたね。ここだったんですけど、もう少しね、こっち手前側に打ってもよかったかもしれませんね。そうすると、ヒーラーがなおさら、早めにこうレイジに乗っかって、回復も当然するんですけども、残ったその、なんていうかな、回復もするんですけども、イエティに対してよりこう早くこう追いつくんですね。イエティに早く追いついてくれて、イエティの回復をどんどんレイジに乗っかってしてくれる、まあ、という効果があるんで、まあ、イエティを使う場合、ヒーラーっていうのはまあほぼ、必須ユニットの一つになります。で、レイジを使う場合にはなるべく手前側で、ヒーラーをなるべく早くレイジの枠に入れることを、まあ、お勧めいたします。まあ、今回、このドクター・ジェイソンもですね、このボーラーのそれっぷり見てほしいんですね。こんだけがっつり取れちゃってるんですけども、まあ、それでも中央部をこう、殲滅しきったっていうのは、もうイエティ一体も残ってませんけども、そのイエティたちをしっかりとヒーラーが回復してくれた。っていう点がですね、まあ、この一本目のミッキーさんのアタックとの大きな違いになってくるかな、というふうに思います。はい。で、まあ、1個目はヒーラーでした。今の現環境の陸攻めで、必須となるユニット、どれかが必要っていう、そのうちの1個はヒーラーだったんですけども、ちょっと今ね、手持ちにいい動画がなかったんで、別のね、まあ、ジョーカーさんだったり、ケイスケさんもかな、あと私も過去に動画上げてますけども、ネクロマンサーとイエティを混ぜ込んだ、まあ、いわゆるサービス終了編成って呼ばれているあれですね。そのね、アタックっていうのは、このヒーラーの代わりをネクロマンサーがしてくれます。なんでかっていうと、ヒーラーの仕事って、ユニットの体力を回復することですけども、ネクロマンサーって回復はさせないんですけど、延々にこうスケルトンを生み出すじゃないですか。そうするとそのスケルトンが盾になってくれるんで、実質ですね、HP をそのユニット、その、部隊、に対して HP を供給するっていう点では同じなんですよね、ヒーラーと。ヒーラーは今ある体力の HP の上限は変わらないけども、回復をする。ネクロマンサーはその今の部隊の HP の上限をどんどん上げていくっていうことですよね。まあ、こういう意味で、HP をより増やすっていう方向に働く意味では、ネクロマンサーも同じなんで、二つ目の答えっていうのはネクロマンサーです。これですね、サービス終了編成がなんで伸びるかっていうのは、まあ、語らずもがななんですけども、当たり前かもしれませんが、無限に生成されるスケルトンっていうのが、イエティの盾になって、イエティたちをダメージから守ってくれるからということですね。はい。特にシングルインフェルノなんかある場合には、こういった攻め方が非常に、刺さります。あとは、まあ、シンミトリーっていうか、左右対称みたいな配置にもなおさら、使いやすいので、まあ、その辺っていうのは、私の、また過去動画、見てもらえたらというふうに思います。さあ、最後一本見ていきたいのはですね、こちらになります。
はい、こちらですね。今度は TH コップリーターさんから一本見てもらいたいと思います。ファルコさんが撮ってくれている、ファルコンさんが撮ってくれているこのアタックですね。どういうアタックになってくるかっていうと、まあ、このアタックちょっとね、2回ぐらい見てもいいかもしれないですね。面白い発想を使ってるんで。スーサイド、ディガゴグっていう感じですね。まずは、ここの領域っていうのを全部、スーサイドパートで潰していきます。これ突撃艦イエティからのロイヤルチャンピオンですね。で、ここ一気に潰して出来上がったこの L 字型っていうのを、こっちから、ディガーとホグライダーっていうのをガツンとこう回していくという格好になりますね。で、この攻めで使っている、ユニット、何かっていうと、アイスゴーレムでもなければ、ディガーでもなければホグライダーでもないんですね。ポイントになってくるのは、これです、これ。ヒールなんですね。このヒールの呪文っていうのが、もう非常に、今の陸環境で全開取るのにはやっぱり必要になってきます。これね、もう総じて言うと、相手の防衛施設の、与えてくるダメージ量っていうのが、手持ちで持っていけるユニットの、まあ、体力、を明らかに超えちゃってるっていうのがやっぱりわかりますね。この陸の環境、今。なので、どっかで回復させていくか、部隊の HP を増やすような、まあ、要するにね、まあ、ネクロマンサーですよね。を使っていかない限りは、絶対に防衛側のダメージの方、与えてくるダメージの方が多くなってるので、もう叶わないっていうことなんですね。つまり、3つですね。ヒーラー、ネクロマンサー、ヒーリング、まあ、ヒールの呪文。このどれかが入っていない陸アタックっていうのは、残念ながら今の環境においては、もうほぼほぼ、全開まで伸ばすのが困難な、まあ、攻め手側と守る側の、まあ、その体力、攻撃力の、体力、防衛力っていうのかな、のバランスになっているということをですね、ちょっと本日の動画でお話ししたかったというところになります。まあ、空攻めなんかをする場合には話がまた変わってくるんですよね。インフェルノタワーがシングルになっている場合なんていうのは、まあ、バルード大群はすごいそこに対して刺さるし、あと、クロスボウが対地になっているのが結構最近多いんですね。まあ、クイヒ対策はやっぱり、されるわけじゃないですか。こういう風に、そのヒーラーを使った、戦術が増えるっていうことは、まあ、必然的にクイヒ戦術が増えてるんで、まあ、その対策として、陸の対地のクロスボウと、まあ、シングルインフェルノは、ま、必然的に増えているわけですね。なので、それを実質ほぼほぼ無効化できちゃうのが、ま、バルーンというユニットになってくるので、これですね、今のま、例外に当然当てはまりますね。空をやる場合には、陸に特化された防衛施設は大部分が機能しなくなります。これちょっとですね、私の、何本前かな ?3 本ぐらい前かな、ちょっと忘れちゃいましたけども、動画で出してますので、ちょっとま、それも見てもらえたらいいかなと思います。まあ、どんなぐらいのね、塩梅の配置だったら空をする、試す価値があるかみたいなところをちょっとね、語っておりますので、まあ、よろしければそっちも参考にしてほしいんですけども、まあ、いずれにせよ、陸っていうのはあらゆる防衛施設のダメージを、受けるような攻めになってくるので、現環境においては体力を、手持ちの体力以上にこう増やすような編成を組んでいく、つまりヒーラー、ネクロマンサー、ヒール、これのどれかを使っていかない限りは全開取れませんよと、まあ、いうお話でした。でですね、今回のこのアタックもう一回見たいのは、シングルインフェルノが2本あります。これでクイヒー非常に回しにくいんですね。こいつのターゲット範囲にどうしても、クイーンが入っていってしまって、ヒーラーたちの回復では当然シングルインフェルノ、アーチャークイーン持ちませんので、ではもうこれはね、逆にこのシングルインフェルノの裏を回復というか、弱点を突く形で、数でご利用そうということになりますね。で、まあ、考え方はそういうことなんですけども、このですね、突撃艦イエティからのロイヤルチャンピオンっていう、これがですね、非常に、こういうスーサイド戦術をする場合には、よく使われる、と思うし、使うその場面が本当にこれから多くなるんじゃないかなって思います。格好だけちょっと言うとですね、ここですね、ここに関しては突撃艦イエティでこう潰していくんですね、これで。で、残った、この部分ですよね、ここら辺の部分。ここの部分に関してをロイヤルチャンピオンでこう潰していくという格好になるんですね。そうすることによってガツンとここに大きな削りを入れていくことができるわけですね。そうすれば当然ここから出てきたディガホグたちっていうのは、この面で出てきたディガホグ、まあ、まっすぐこういう風に流れていくということになりますよね。まあ、しっかりこの上方面はバーバリアンキングで処理していくという格好をとっています。
あのですね、このスーサイドをするときに、まあ、ロイヤルチャンピオンの使いどころって結構迷うと思うんですけども、個人的にすごいおすすめなのがこの使い方かなっていうふうに思います。まあ、いろんな方の攻めを見ていてそう感じるというところなんですけども、突撃カイネティを使うことによって、そのあたり一面の防衛力を下げることができますよね。そうすると、ね、防衛がそれほど、まあ、過密になっていないところであれば、ロイヤルチャンピオン短期で結構な削りが得られるんですね。クロスボウ2機から一気にダメージ食らっちゃいますとかいう場合だと、ロイヤルチャンピオンはあっという間に起こっちゃうんですけども、大砲とかアーチャ塔と1対1でこう貸し合うような、環境が続くんであれば、まあ、そう簡単には起こしないので、ロイヤルチャンピオンを使って、突撃艦イエティを、食らわした周辺部を削っていく。これ非常にね、効率がいい、ロイちゃんの使い方になってきますので、ぜひ覚えておいていただくと、スーサイド戦術っていうのをやる場合には有効になるかなと思います。まあ、ディガホグではですね、まあ、主流になってるのはクイヒディガホグ。まあ、要するにクイヒから、で、ルートを作って、今のスーサイドバードの代わりをクイヒでするイメージですよね。で、ルートを作っていって、出来上がったルートにディガホグを流すと、まあ、いうような形になるんですけども、まあ、今回ファルコさんがやったような、ですね、スーサイドっていうのは、シングルインフェルノだったりが結構多いような、まあ、クイヒやりにくい配置の場合に非常に、使いやすい戦術になってきますし、それをやる場合にはこの突撃艦イエティプラスのロイヤルチャンピオンがルート作りに非常に有効というお話。あとは、改めて、今日の話を振り返りますけども、現環境タウンホール12も多分そうだろうなと思います。12、13の陸攻めっていうのはもう、ある防衛施設のダメージを全部受けちゃう攻めになりますので、手持ちのユニットの枠数で、部隊を組んでも、そのダメージに体力が耐えきれません。なのでヒーラー、ネクロバンサー、ヒールの呪文、このどれかを、しっかりと部隊に組み込んでいかないと、陸攻めをする上では前回までユニットが伸びきりませんと、まあ、いうお話になりました。まあまあ分かってる方は分かってると思うんですけども、ちょっとね、うっかり、その辺っていうのを、おろそかにしてしまって、なんていうのかな、クイヒーを別ルートで歩かせながらイエティをやっていくみたいな格好をやってしまうと、イエティたちがあっという間に中心部でやられてなんでっていうようなことになっちゃうと思いますので、ぜひですね、このあたりっていうのは、イエティを使うんだったらヒーラーをつけるかネクロマンサーを入れるかみたいなところね、意識してもらうとより、攻めが安定するんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ではまた、次の動画でお会いいたしましょう。関西クラクラクラブ、TH コンプリーターさんにもぜひ遊びに来てください。お待ちしております。じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。